BRDM-2 はソビエト連邦製の偵察戦闘車である。BRDM とは走行偵察障害車の略である。全員の BRDM-1 を更新するため、1962年より合力自動車工場により設計された車両である。タイヤの気圧集中制御システムと車体後部に設置されたガソリンエンジン、前面に収納式のナきリータを持つ低体系の 車体と車体後部の一機のウォータージェット推進装置による水上走行能力といった点は同じだが、より強力な大口径機関銃を密閉式の銃刀に装備し、赤外線式暗視装置が標準装備となった。BRDM-1 と同様、主車輪の間に設置された4つの展開式補助輪を持ち、軟弱地では地面に設置させて、不正地走破能力を向上させることが可能である。 乗組員の内訳は操縦士、ナビゲーター、社長、射撃手の4名であり、14.5mm 口径、KPV10 機関銃と 7.62mm 口径、PKT 機関銃を、BTR-60 装甲兵員輸送車と、同型の銃刀に装備している。装甲圧は、最大でも 14mm と薄く、榴弾の破片や消火器の銃弾を防げる程度である。 BRDM-2 は1963年に正式採用されて量産が開始され、その他多くのソ連製装甲戦闘車両と同様に広く輸出された。現在もロシア連邦軍やその他45カ国で使用されている BRDM-2RKA1 放射能、化学兵器の汚染地域において汚染状況の調査を行うための車両で NBC 防護装備を装備し、 KPV 銃機関銃が撤去されている。連帯の科学防護小隊もしくは、師団の偵察大隊に配備されている。BRDM-2, RKHBBRDM-2, RKH に、生物兵器汚染への対処検出能力を付与した、回収型。BRDM-2 有識統制車。兵装はすべて撤去され、より強力な無線機を装備している。 主に砲兵大隊本部もしくは連隊本部に配備されている QA31 砲塔に変えて QK31 ストレラ -1 近距離防空ミサイル発射装置を搭載した対空車両型。詳細は QK31 を参照 QP122QM14M マリュートか M 対戦車ミサイル発射機 QK14M を搭載した車両。 QP124-3M11 ファラーンが対戦車ミサイル発射機 2K8 を搭載した車両。q p 1 3 3九 m 1 4 p マリュットか P 対戦車ミサイル発射機九 k 1 4 p を搭載した車両。q p 1 3 7九 m 1 7ファラーンが対戦車ミサイル発射機九 k 8を搭載した車両。西側では b r d m 三の名称で呼ばれていたが、 これは、ソビート軍の正式名称ではなく、西側が独自に命名したものである。ロシア連邦発足後には、BRDM-3 の名称が付けられた。車両が、BTR-80 の派生型として存在しているが、本社との関連性はない。QP-148QM111、ファゴット対戦車ミサイル発射機球 K-111、 または QM113 コンクールス対戦車ミサイル発射機 QK111 から1を搭載した車両。上実の QP137 同様、本社も BRDM-3 の名称で呼ばれていたことがあるが、やはり西側独自の命名である BR M。BRDM-2M-96 ポーランド陸軍の独自改良型。展開式で非力な予備車輪を撤去し、 側面に昇降扉を追加した BRDM-2M-97BRDM-2M-96 の改良型従来の砲塔を発煙弾発射機とグレネードランチャーを追加装備した大型の砲塔に換装したかつて使用していた国007ダイアナザーで非武装地帯のシーンに登場レッドリターンズロシアの飛行場を警備していた ロシア連邦軍の車両として登場。東京無国籍少女、ラストシーンに登場。乱暴さん、怒りのアフガンソ連軍の装甲車として登場。車体上にスペツナーズを補助させている、ヨルムンガンド東欧防国とロシアの国境線を警備する部隊の装甲車として BR、BRDM-2M-96 が登場。ここたちのコンボイに対して停止するよう呼びかけるが、無視され、 強引に突破されそうになったところで地雷に触雷し、横転する。アルマに司令部機能者も用意されており、操作可能。オペレーションフラッシュポイント、コールドウォークライシス。ソ連軍陣営で使用可能な装甲車として、BRDM の名称で登場する。プロジェクトリアリティ、ロシア連邦軍、中東連合軍、チェチェン解放軍に BR、BRDM-2 が登場し、ロシア連邦軍と、 ケチェン解放軍に QM113 コンコース対戦車ミサイルを搭載した QP148 が登場する。また、中東連合軍では対空車両として QM31 近距離防空ミサイルシステムを搭載した BRDM- にも登場する。エースコンバットアサルトホライゾン SRN が使用するグランドセフトオートザバラットオブゲートに本社とコマンドが モデルになった車両が APC の名称で登場する。全周旋回可能な砲塔に機関砲が搭載されている。大戦略シリーズ、マーセナリーズ北朝鮮反乱軍が使用する偵察戦闘車として BRDM スカウトの名称で登場する。PUBG 名前はそのまま BRDM-2 で登場する。ノーマルモードでは支援物使用性、フレアガンで呼び出せるほか、 イベントモードでは、最初からステージに放置されている。なお、見た目は、現実の BRDM-2 とは、若干異なる。メタルサーガ校の季節バレンスエラという名前の敵キャラで登場する。見た目は、現実の BRDM-2 に酷似している。戦闘偵察紹介者の略とする資料もある。ありがとうございます。